ここはオールドポートです。フェリーでこの島にやってきた人たちはこの港に降り立ちます。この断崖絶壁でフィラの町はよく見えないんですね。丘の上のフィラの町にたどり着く方法は2つありまして、一つはあそこに見えるジグザグの階段を徒歩で上がるか、シーズン中ですとロバのタクシーで15分ほど揺られながら頂上にたどり着くみたいです。もう一つはケーブルカーがあります。ケーブルカーは3分ほどで快適に頂上まで運んでくれます。何でも食べるか。今観光客が少ないからお腹空いてんだね。観光客が、ね、いればね、食べるなでおこぼれがたくさんあるんでしょうけど、甘すぎて本当は猫に良くないんだ。もうこのぐらいにしておきにしちゃい。こうしてみるとこの島は火山の島だっていうのは本当によくわかりますね。